感動。戸部が東京ドームで復興チャリティーイベント開催。輪島中学校との絆が生まれた瞬間。平野翔 VS 日露。夢の対決実現。戸部復興チャリティーイベントで熱戦。滝沢秀明氏が設立した、戸部が主催した、Act4Hop2Heroes Project in 東京ドームという復興チャリティーイベントは、8月11日に東京ドームで開催され、 多くの人々に希望と勇気を届けることを目指しました。このイベントは、令和6年の都半島地震によって被災した地域への支援活動として企画され、スポーツと音楽の力を通じて被災地の人々に元気を与えることを目的としていました。当日は、和島市立和島中学校の生徒たちと戸辺のアーティストたちが一緒に野球やリレーなどの競技を楽しむことで、地域社会との絆を深めました。特にプロジェクトテーマソング アーサイドをはじめとする各アーティストのパフォーマンスは、観客に感動とエネルギーを届けました。イベントは、スポーツ対決を中心に展開され、戸部アーティストが参加するチームホワイトとチームブラックに分かれ、リレーと野球の2競技で熱い戦いを繰り広げました。上重聡が進行を務め、ハリセンボンがゲストサポーターとして競技を盛り上げ、特に野球対決では、始球式でバッターとして登場した日ッ郎と、 ピッチャーの平野翔との対決が会場を沸かせました。また、両チームのスペシャル監督として本木大輔とアレックス・ラミレスが登場し、それぞれのチームを指揮しました。イベント終了後、参加アーティストたちからは、被災地支援に対する強い思いが語られました。三宅健は、僕たちはこうした活動を通じて貢献できたらと思っていますが、何より皆さん一人一人の力が被災地への大きな支援につながっていきます。 心からの感謝を皆さん一人一人に送りたいと思います。本当にありがとうございましたと述べ、感謝の意を表しました。また、北山博光は、このスポーツのイベントを通じて、普段関われない中学生のみんなとも触れ合うことができ、ここからたくさんの笑顔が生まれていく予感がしました。これからも今日のようなイベントを通して、応援してくださる皆さんとも一緒に被災地の方々へ笑顔を届けられたらと思います。 本日は本当にありがとうございましたと語り、イベントの成功を確信しました。さらに、ナンバーアンダーライン愛は、石川県の輪島中学校野球部の皆さんと一緒にスポーツができて本当に楽しかったですし、野球部の皆さんも楽しそうに参加してくださりとても嬉しかったですと振り返り、まだ復興が進んでいないということも聞いているので。 こういったイベントを通して被災地の方に少しでも元気を届けられたらいいなと心から願っていますと復興支援への強い思いを伝えました。このようなイベントを通じて、被災地支援は単なる義務ではなく、希望と未来をつなぐ力強い行動であることが示されました。スポーツと音楽の力は、地域社会における連帯感を強化し、被災地の人々に対するエールとして機能しています。特に、若い世代が積極的に参加し、 未来を担う力を示すことは、今後の復興活動においても非常に重要な意義を持ちます。このイベントが示したように、復興支援には物理的な支援だけでなく、心の支援も必要です。被災地の人々は、ただの物資や金銭的な支援以上に、希望やエネルギーを必要としています。彼らが再び立ち上がり、新たな日常を築くためには、こうした精神的な支援が不可欠です。そして そのためには、多くの人々が一丸となって支援活動に参加し、彼らの背中を押すことが求められています。さらに、このイベントが示したように、スポーツと音楽は人々を結びつけ、共通の目標に向かって協力する力を持っています。これらの活動は、被災地の復興を支えるだけでなく、参加者自身にも大きな影響を与えます。多くの参加者が感じたように、 こうした活動を通じて自分自身も成長し、新たな視点を得ることができます。これが復興支援活動の大きな力であり、今後も継続していくべき理由です。イベントに参加した輪島中学校の生徒たちも、この経験を通じて多くのことを学びました。彼らは、プロのアーティストやスポーツ選手との交流を通じて、自分たちの未来に対する希望を見出したことでしょう。また、 彼らのエネルギーと情熱が、戸ベのアーティストたちにも新たなインスピレーションを与えたことは間違いありません。このような相互作用が、イベントの成功を支え、さらなる活動への意欲を引き出すのです。一方で、このイベントは、被災地支援活動に対する新たな視点を提供しました。それは、支援活動が一方向的なものではなく、双方向的な交流を通じてより大きな力を発揮するということです。 被災地の人々と支援者との間の交流は、互いに学び合い、支え合う関係を築くことができるのです。そして、このような交流が、地域社会全体の復興を加速させる要因となります。今回のイベントの成功を受けて、今後もこのような活動が続けられることが期待されます。そして、その過程で、さらに多くの人々が支援活動に参加し、被災地の復興を支えていくことでしょう。 これからも、スポーツや音楽を通じて、希望と勇気を広める活動が続くことを願ってやみません。このようなイベントが、なぜこれほど重要であり、また感動を呼ぶのかをさらに考えてみましょう。日本は、自然災害にたびたび見舞われる国です。地震、津波、台風、洪水といった災害が頻繁に発生し、そのたびに多くの人々が家や生活を失います。 災害後の復興は長く険しい道のりであり、物理的な復興だけでなく、心の復興もまた重要な課題です。この心の復興にこそ、スポーツや音楽、芸術といった文化的活動が大きな役割を果たすのです。今回のイベントでは、輪島中学校の生徒たちがアーティストたちと一緒にスポーツを楽しみましたが、これには深い意味があります。スポーツは単に身体を動かすだけのものではありません。 それは人々に活力を与え、共に汗を流すことで仲間意識を育む力を持っています。特に若い世代にとって、こうした経験は彼らの成長にとって大きなプラスとなります。震災で多くを失った子どもたちが、再び笑顔を取り戻し、前向きな気持ちで未来を見据えるためには、このような活動が非常に有効です。さらに、音楽は心を癒す力を持っています。イベントで披露された、 アーサイドなどの楽曲は、ただ聴くだけでなく、参加者や観客に深い感情を呼び起こします。音楽は言葉を超えて人々の心に響き、共感や連帯感を生み出す力があります。特に、被災地の人々にとって、音楽は悲しみを和らげ、希望を見つける手助けとなります。このようなイベントで音楽が果たす役割は、単なる娯楽ではなく、心の復興の一環としての重要な要素なのです。 また、このイベントを通じて、被災地支援のあり方についても新たな視点が提供されました。従来、被災地支援は物資や金銭の提供が中心でしたが、それだけでは不十分であることが明らかになっています。被災地の人々は、物理的な支援だけでなく、精神的な支えや励ましも必要としています。こうした心のケアを提供する活動が、今後ますます重要になるでしょう。特に、 地域社会との交流や、被災者が自らの経験を語り、他者と共有する機会を提供することが、復興支援の新たな形として求められています。そして、もう一つ注目すべき点は、今回のイベントが全国規模で行われたということです。東京ドームという大舞台で開催されたことで、多くの人々がこのイベントに関心を寄せ、支援の輪が広がりました。これは、 被災地の復興支援活動が一部の人々だけでなく、全国的な関心事として認識されるようになったことを示しています。被災地の問題を忘れず、継続的に支援を行うことが重要であり、このような大規模なイベントがその意識を高める手助けとなるのです。さらに、イベントに参加したアーティストやスポーツ選手たちの姿勢にも学ぶべきことがあります。彼らは自らの影響力を使って、 被災地支援にに積極的に関与していますその姿勢は多くの人々にとって模範となり、彼らを応援するファンたちもまた、支援活動に関心を持つようになります。このようにして、支援の輪が広がり、より多くの人々が被災地の復興をサポートすることになるのです。このような活動を続けるためには、私たち一人一人が何をできるのかを考えることが大切です。今回のイベントは、 特別な才能や影響力を持つ人々が主導したものですが、私たち一般の人々にもできることはたくさんあります。例えば、被災地の現状を知り、それを周囲に伝えることや、日常生活の中でできる小さな寄付やボランティア活動に参加することなどが挙げられます。また、被災地からの産品を購入することも、その地域の経済を支える一つの方法です。こうした小さな行動が積み重なり、 大きなな力となって被災地のの復興を後押しするのでするでこのように、Act4Hop2HeroesProjectInTokyo ドームは、単なるイベント以上の意義を持っています。それは、被災地の人々に希望と勇気を与えると同時に、私たち全員にとって、支援の重要性を再認識させるものでもあります。この記事を読んでいる皆さんも、ぜひ自分にできる支援活動を見つけ、それを実行してみてください。 支援は大きなことから小さなことまで様々な形で行うことができます。そしてその一歩を踏み出すことで被災地の人々にとってのヒーローになることができるのです。最後にこのイベントの成功をきっかけに今後も同様の活動が継続されることを期待しつつ私たち一人一人が持つ力の大きさを再認識しましょう。そして共に手を取り合い、 被災地の復興を支えるための一歩を踏み出しましょう。それが未来をより良いものにするための第一歩であり、私たち全員が共有する目標となるのです。この記事がそのきっかけとなることを心から願っています。そして、これからも皆さんが被災地支援に関心を持ち、行動を起こしていくことを期待しています。